緑とオレンジとビタビタの黄色とかあったんだけど、どうした？じゃあオレンジ、ビタビタ、緑かな。あ、難しいね。緑、オレンジ、ビタビタか。はい。最後に。さあ、これはさっき見た緑の太陽です。太陽の表面、光球というところを映しています。見えている黒い点は黒点です。ぐるっと回ってくるとちょっと大きめの黒点も見えてくると思います。さて、じゃあこんな緑のメロンみたいな太陽の次はオレンジ色の太陽も見てみますか。このオレンジ色の太陽は水素の光 Hα 線というオレンジ色の光を取り出して見ているから赤く見えます。黒っぽい筋のところはフィラメント、ちょっと白っぽく明るく見えるところはプラージュというお名前がついています。それから太陽の表面、粒々じゃなくてこうブク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 小さな粒々が見えますね。これは流氷斑というお名前がついてます。さて、太陽の姿もう一つ見せました。エネルギッシュな太陽です。左の上のところでピカッと光るのは太陽の爆発フレアでした。フレアが起きるとプラズマの粒子、電気を帯びた粒が地球に飛んできて、その粒が北極の方からグッと入ってくるとオーロラが見えるなんてお話もちょっとしました。さて、では太陽を一通り見たので、次に人気の高かったお月様を見てみましょう。これは衛星かぐやで見えたお月様です。普段見ることのできない月の裏側も見ることができます。ところどころで見える黒いところはスキャンができなかった、観測ができなかったところです。裏を持ってみたら頭のてっぺんもちょっと見てみたいななんて思ったりしましたね。撮ってるわけではなくて、これは撮った映像を貼り合わせてつなげているのでちょっと歪んでいるのですが、このボコボコしたクレーターなんかは実際にあるみたいですね。やっぱりここもちょっとスキャンの乱れが黒いところがありますね。衛星カメラで見た月と、もう一つ今日は月食の時のお月様をお見せしました。月食の時のお月様も見てみますか。これは今年の1月31日にあった皆既月食の時に撮影したものです。大学の住所だから日野市保土久保日野市保土久保というところに私たちの大学があるのですが、そのちょっと小高い丘の上にある校舎の屋上にある天体観測室で夜な夜な集まって寒さに震えながら撮影しました。この時月食が始まった時はとっても晴れてたんですけどね、皆既になってその後また影が取れていくというタイミングで小雨が降り始めたり雲が通り始めたり、愛好会の中に一人晴れ女がいるんですけど、晴れ女がねちょっと呼ばれて
力足りてないよなんて話をしながら撮影したのがもう半年以上も前だと思うとびっくりしちゃいますね。月食の最中に月が明るく見えるのは夕焼けが明るく見えるのと大体同じ仕組みです。詳しい仕組みが知りたい方は月食なんで赤いのなんて調べてみてください。さてせっかくなので太陽、月以外の星もダイジェストでお送りしたいと思います。じゃあ赤く見えるつながりで火星でも行ってみますか。この赤い色は火星です。さてさっきちょっと見えなかったんですけども火星の時に紹介した極寒ドライアイスのところですね。こんな風に氷があって白く見えます。さて今見たのは北極でした。じゃあ南極も見てみますか。南極にもしっかり氷がありますね。火星が赤いのは中に含まれる金属成分が錆びているからだという話をしました。さっきの月食の赤とは仕組みが違ってこれは十円玉が錆びると赤銅色になるピカピカじゃない方の10円玉ですね。使い込んだ10円玉みたいなあれと同じ色の仕組みだと大体ですが、せっかくなのでじゃあ木星も最後に見てみますか。はい、最後に見せたのが木星です。太陽系の今日映した6つの星の中で太陽の次に火星、地球、月、木星、見せてきた5つの星の中で太陽の次に大きい星というふうに紹介いたしました。木星はとっても大きいのですが密度がとても小さくてもしこんな風に木星が4メートルぐらいの大きさでブルーシートぐらいのプールが用意できたらこんな風にねプールの表面に浮かぶつまり水に浮くという計算になってます。ただ実際ね木星を浮かべられるほど大きなプールは用意できないしそもそも木星はガスの塊なので手に持てないというわけですが大きな大きなガスの星木星でした。さて今日のイベントは8時から9時までというご案内でした。ただいまの時刻は8時55分、あと5分ほどでイベントの方を終了させていただきたいと思います。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。大変寒い中最後までご覧いただいたお客様途中からでもご参加いただいてまあすごいなんて声をかけてくださったお客様本当にありがとうございます。私たち天文愛好会スバル武蔵野市以外にも本拠地日野市ですとかそれから三鷹の方でも活動したりしています。他の場所でもこんな風にバルーンを使ってイベントを行っているのでよかったらぜひまたの機会にお会いできればななんて思っています。さて最後に映し出したのは地球から撮影された全天の星です。今ちょっと右の方に流れていっちゃったんですけども天の川の姿も捉えることができます。さて今日は4メートルのバルーンにお星様の映像を映して楽しんでいただきましたが今
バルーンからちょうどバーッと顔上がると本物のお月様を見ることもできます。それから今日深夜2時ぐらいからオリオン座流星群があるそうで、このまま夜まで晴れの予報みたいですからね。見上げていれば流れ星が見えるかもしれません。それから観望会に参加されていた皆様はお手持ちの作成した望遠鏡でお月様ですとかお星様をぜひ眺めてみてください。4メートルのバルーン、迫力はあったかと思いますね。やっぱり本物の感動にはかなわないと思います。さて今日使った4メートルバルーンですが、10月26日27日にある三鷹国立天文台特別公開でも